はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、高額な養殖器の世界ということで、こちらをテーマにお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。養殖器ですね、すんごい高いものもあったりして、ほんとね、一脚カップ&ソーサー一脚で30万円を超えるものとかあったりするんですよ。すんごい奥が深くってね、面白いので、まあなんか養殖器よくわかんないよと、今まで取り扱ったことないよっていう方にはね、参考になると思いますので、よかったらチェックしてみてください。今回はですね、こちらの6つのブランドに関してお送りしていこうと思います。このね、6つのブランドご存知ですか？というよりも、まずね、このブランド名読むことができますか？全部読めるあなたは、もしかしたらこの動画必要ないかもしれません。はい。ということで、ね、ちょっとね、ブランド名なんて読むのか考えておいてください。はい。僕はですね、10年以上ですね、中古品の転売をやっておりまして、これでね、商品を大量に仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリとかアマゾンなんかで転売するっていうことをやっております。で、このね、商品をどうやって仕入れてきてるかというと、古物市場とかブランドオークションっていうものを使って商品を仕入れて転売してるんですけれども、このチャンネルではですね、この古物市場を使った転売方法について詳しく説明した動画がたくさんあります。興味がある方はね、よかったら他の動画もチェックしてみてください。合わせてですね、ノートとかブレインというサイトで古物市場攻略法というものを販売させていただいております。同じようにしてね、稼いでみたいよと、中古品の転売やってみたいよっていう方ね、こちらがおすすめになっておりますので、まあ、よかったらね、チェックしてみてください。この、ね、動画の概要欄にリンクを貼っております。ということでね、本題に入っていこうと思うんですけども、何個読むことができましたか？これ全部読めたらね、本当にもう僕のこの今回の情報必要ないんじゃないかなと思うんですけれども、まずですね、この動画をお送りしていく前にいくつか注意点があるんですけども、注意点とね、ポイントですね。それをね、解説しておきたいと思います。まず注意点。僕はですね、広く浅くですね、いろんなジャンルのものを取り扱うっていうスタイルをとっております。初心者向けに今回は解説しますね。で、このね、動画はですね、あなたにとってこうね、なんか取り扱うジャンルをこうぐっとね、幅をね、広げてもらうためにお送りしておりますので、僕にですね、深い知識を求めないようにしてください。そんなに詳しくありません。ただし、なんとなくね、あれが高いよね、これが高いよねと、で、相場これぐらいだよねっていうようなものの知識はあるということですね。で、本当にね、なんていうのかな、幅広くいろんなものを取り扱ってきてるんですけれども、めっちゃ深掘りされると困るということが言えます。で、今回はなんですけれども、先ほど挙げた6つのブランドについて取り扱うんですが、エルメスとかね、ティファニーとかバカラっていう有名どころのブランド、ハイブランドのものに関しては、除外しております。まあ、なんでかっていうとですね、パッと見エルメスとかティファニーとかっていう食器が出てくるとね、あ、高いんだっていうことが分かっちゃうんですよね。で、それが分かると結局誰でもこう検索するんで、まあ、あなたもね、これをご覧のあなたもエルメスのね、食器高いよねと、まあ、バカラのね、グラスが出てきたら、まあ、そこそこするよねと、まあ、実際はそんなしないんですけど、するよねっていうことを、まあ、分かっちゃうと思うので、今回はね、あえて除外してるっていうことですね。で、あと日本のブランド、日本の食器ブランドのものも、除外しています。まあ、例えばのりたけとか日光とかね、あとまあキリコとかね、いろいろあると思うんですけども、そういうものも除外しています。まあ、これもですね、理由があって、あんまりね、高額なものがないんですよね。で、高額なものがあるとしたら、すんごい古い、オールドのりたけとかね、めっちゃ古いやつで、どちらかというとね、骨董品のジャンル、美術品系のジャンルになっちゃうんで、今回は取り扱わないようにしております。あとですね、ブランド今回取り上げるブランドの、まあ、歴史的背景とかですね、そういうものは一切除外して、あくまで転売の目線で見たその相場感ということを、メインに置いておりますので、すんごいね、この養殖器の歴史とかですね、なんか熱いものをね、情熱を持たれてる方はごめんなさいということで、ご了承いただければなと思います。はい。ではですね、さすがのポイントにまず入っていきたいと思うんですけれども、どういうね、商品、どういう食器、養殖器が高く売れるのかっていうポイントなんですけども、本当にまずね、この点を押さえておいてもらえると、まあ間違いない。1個目がですね、未使用品であるっていうこと。これはまあ当然ですね。ただね、食器っていうのはですね、未使用と中古の境目がすんごい曖昧なんですよ。なんでかっていうとですね、食器1、2回使ってもですね、綺麗に洗って綺麗に拭いたらね、これがね、未使用か中古かはっきりわかんないんですよね、正直言って。判断するのが非常に難しいと。だからすごいね、グレーゾーンなんですよね。まあそこだけご理解いただければなというふうに思います。はっきり言って判断できません。で、物によってはですね、バカラみたいにバカラっていうね、シールがペタって貼り付いてたりするわけなんで、これがね、貼ってあるとまあ未使用だよねっていう判断をしたりとかね、ないとまあ中古扱いになっちゃうよねっていうようなことになるものもあったりするんですけれども、基本的にはね、ちょっとそこの辺の判断は難しくなります。元箱があって綺麗に収まっていると、まあより新品だよねって言えるかもしれないんですけれども、それがね、ちょっと使われててもはっきり言ってわかんない
よねっていう、もうすんごいグレーな部分があるというふうに押さえておいてください。で、2個目。2個目、これ高くなるポイント、高い食器のポイントなんですけれども、基本的にはごちゃごちゃした柄のものの方が高い傾向にあります。あのね、白い部分の面積が少なければ少ないほど高かったりします。まあこれ理由はちょっとわかんないんですけど、まあ手が込んでるからっていうこともあるのかなと思うんですけども、基本的に白地のもの、白い部分が多いものよりも、なんかゴテゴテしているものの方が高額になる傾向があるということですね。で、合わせて3つ目のポイント、これがね、金彩が使われていると高くなる傾向にあります。金彩っていうとね、あのね、なんか金色の塗料、塗装がされているものですね。あの、後で出てくるんですけれども、画像で紹介します。ですけれども、金色のね装飾がされているものが高くなる傾向にあります。はい。で、最後に茶器は揃っていると高い。まあこれも当然なんですけれども、カップ&ソーサー1脚よりもまあ6個ね。6個揃っていて、ティーポットがあって、ミルクポットがあって、シュガーポットがあると。まあこの方が高くなりますよねっていうことですね。まあ数が多いんで当然ですよね。はい。ということで、これがね、前置きになります。ちょっと長くなってしまったんですけど、まあ注意点とポイントということで押さえておいてください。で、本題なんですけれども、まずですね、食器の王様マイセンということでいきたいと思います。まあマイセンはみんな知ってるかなと思うんですけども、こんなやつ知らない人はね、必ず覚えてください。まあマイセンはね、押さえておいた方がいいと思います。でね、食器の裏面を見て、このマーク、このね、剣が2本こうなってるやつがあったら、マイセン。この下のね、数字はあんまり関係ないかなと思います。まあ、僕もね、詳しくよくわかってません。ただ、この剣が2本こうなってあったらマイセンですね。で、先ほどね申し上げた通りですね、王様と言いつつですね、今ここに乗っけてるオークファンのね、相場表はですね、すごい安いものが載ってますね。で、3100円、3200円という相場が出てるんですけれども、よく見るとね、やっぱり白い字が多いんですよ。で、白い字が多いものほど、安くなる傾向がある。いくらマイセンでもこれぐらいの相場になっちゃうっていうことですね。これはマイセンの波の戯れっていうシリーズなんですけれども、まあ割と結婚式の引き出物とかにね、使われることが多くって、これぐらいの金額のものもあるっていうことです。で、有名どころで言うと、さっきのね、波の戯れと、このね、ブルーオニオンっていうね、この絵柄結構有名なので、ここは押さえておいてください。ブルーオニオンはね、結構有名かな。玉ねぎですね。この青いデザイン、青いなんかね、この柄を見たら、あ、ブルーオニオンねっていうことで、検索の時に活用してみてください。はい。波の戯れよりね、ブルーオニオンの方が高いんじゃないかなっていう、そんなイメージです。で、マイセンはですね、ほんとね、特にぶっ飛んでてですね、中には、さっき、前半で紹介したようにですね、カップ&ソーサー1脚で30万円超えるものがあります。そういうラインのものがあるんですね。それがこれなんですけれども、アラビアンナイトっていうシリーズで、この右に映ってるカップ&ソーサー、これね、ワンセットあったら30万円ぐらいで売れちゃいます。はい。なので、このね、左側に映ってるですね、この176万円とかね、110万円とか、この辺の相場のものは、このね、アラビアンナイトのカップ&ソーサーのセットとかね、そういうものになっております。だから、本当にね、注意が必要なんですよ。で、古物市場なんかで、こうね、セット売りの中に、ごちゃごちゃとね、洋食器とかね、まあ、食器類とかね、雑器とかね、こう混ざってると思うんですけども、まあ、なかなかないと思うんですが、このアラビアンナイト1個入ってるだけで、このね、セットの相場はぐんと跳ね上がるというわけですね。これを知ってるか知らないかで話が随分変わってくるよねと、競りの強さが変わってくるよねということになりますので、ここはねポイントとして押さえておいてください。なんであの人あんなこの食器の山すんごい高い値段で買ってったけど、なんでなんだろうと、どこで利益出してるんだろう、どう考えたって赤字だよねっていうのの原因の一つとしてはこういうのがありますね。このねマイセンの知識があるかないかっていうことですね。でマイセンはですね、他にもすんごい高いものがあるんですけども、このね人形関係ですね。これはもうどっちかっていうと骨董品、美術品系のものになってくるんですが、まあ、200万円超えるものとかね、100万円超えるものとかね、バンバンありますので、この辺もね、まあ、こういうのがあるよっていうことは押さえておいてください。今回のね、洋食器とはちょっとね、ジャンルが、毛色が異なるんで、ここは触れないでおきます。はい。で、次、ロイヤルコペンハーゲンですね。ロイヤルコペンハーゲンも、まあ、マイセンと並んでかなり有名だと思うんですけれども、まあ、がっつりね、裏を見るとロイヤルコペンハーゲンって書いてあるんで、すぐわかるかなとは思います。高いものだと、このね、ティーポットで61万円とかね、なんかあるんですけれども、僕たちがどちらかといえば、覚えておかなければいけないのは、こういうね、高いものじゃなくって、まあ、あんまり出てこないんですよ、こういうの。じゃなくって、どちらかというと次のですね、このね、ブルーフルーテッドっていうこのシリーズですね、まあ、この
この辺はね、割と古物市場でもよく見かけます。こんな揃ってるのはなかなか出てこないかもしれないんですけれども、カップ&ソーサー、1脚とか2脚とかのね、セットとか出てきたりするので、この辺は忘れないようにしておいてください。まあ、これだけでもね、5万とか6万とかなってくるので、知ってるか知らないかで随分ですね、話が変わってきますね。で、最もよく見るのが、このイヤープレートなんじゃないかなというふうに思います。イヤープレート。毎年毎年こうね、出すんですよ。イヤープレートっていうのね。で、まあ、なんていうのかな、食器として使うっていうよりは、壁にかけて飾るっていうようなイメージのものなんですけれども、これもね、年代によって相場が全然変わってきて、古ければ古いほど高いというふうな、まあ、認識で合ってるんじゃないかなと僕は思っています。興味がある方はですね、ちょっとね、調べて、何年のものが高いのかなって、オークファンで検索してもらいたいんですけれども、まあ、こんな感じでね、最近のものはね、割と安いんですよ。もう、1枚でもその4000円とか5000円とか、ものによってはですね、何枚も9枚セットで5000円とかね、ありますよね。こういうものなんですけれども、中にはですね、とんでもないのがあって、これですね、マリアとその子っていうね、これがね、30万円を超えてくると。こういうものがね、あったりするので、こんなのってね、ほんと古物市場でね、ポロって出てくる可能性が全然あり得るんですよね。で、これを知ってるか知らないか。で、このね、なんていうのかな、今回こう動画を見てもらって、なんとなくこうぼやーっとね、知識として、経験として頭に入ってることによって、古物市場でね、出てきた時に、あれなんかこれ柳田がなんか動画で言ってなかったかなってちょっと引っかかるっていうのがすごい重要なので、頭のね、片隅にちょっと置いといてもらえればなと思います。で、引っかかった時に、このね、商品の相場がいくらってわかる必要はないんで、ピンと来て、その時に検索するっていうきっかけになってもらえれば、それが一番重要なことなので、どっかね、頭の片隅に入れとくっていうような感じで覚えておいてもらえればなというふうに思います。はい、次。リチャード・ジノリですね。まあ、リチャード・ジノリってこうフルネームで呼ぶことあんまないんですけど、ジノリですね。これもね、結構ね、古物市場で出てきます。このね、裏面を見るとこのポップなね、ロゴがついてるんですけれども、割と出てきて、で、そこそこの値段がするので押さえておいてもらえればなと思うんですが、よく見るのはね、このね、72,400円の相場がついてるこの真ん中のやつで、イタリアンフルーツっていうこのライン、この辺はね、よく見かけます。なので、こう、地のりで、このマークを見た時にピンとくるようにしておいてください。で、まあ、地のりなんですけど、あとね、引き出物関係で、タオル系ですね。タオルとかハンカチあったかな。まあ、タオルなんかもよく出てきて、まあ、タオルも結構ね、3000円とか4000円とかで売れると思うので、地のりっていう名前は覚えておいてください。リチャードまで覚える必要ないかな。地のりだけ押さえておいてもらえればな、というふうに思います。はい。次。フッチャンロイター。これ読めなかった人ほとんどの人読めなかったんじゃないかなと思うんですけども、そんなに高くない。はっきり言ってそんなに高くないんだけれども、知ってる人が少ないんで、このね、フッチャンロイターを理解しておくと、もう全然ライバルがいない中買えるっていうような現象が発生するんで、今回取り上げてみました。このね、ライオンのマークですね。このライオンのマークを見て、なんかよく読めないもの。で、ドイツ製のものだというのが、理解できた時に、あ、なんか柳田言ってたなっていうふうに思い出してください。フッチャンロイターですね。フッチャンロイター、フッチャンロイター、フッチャンロイター。はい。馴染みのない言葉だと思うんですけれども、まあ頭の片隅に入れておいてください。そんなね、すんごい高いものっていうのはないんですけれども、まあこんな感じでセット揃ってても、まあ1万円とかのものなんですけれども、新品未消だとまあね、数千円では売れます。で、あとですね、古いもの。結構ね、古いものだと、このね、ゴテゴテしたもので、金彩を使っているものがあったりします。これですね。金彩使ってますね。もうがっつり金塗られてると思うんですけど、これだとね、結構な金額になったりするので、フッチェンロイターっていうのを覚えておいてください。はい。そして次、ウェッジウッドですね。これウェッジウッドが、まあおそらく一番目にするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ世の中に出回ってる数もかなり多いんじゃないかなと思います。で、ウェッジウッド、ポイントなんですけど、これ今ね、画像のね、この左側にウェッジウッドのロゴ載せてるんですね。載せてまして、赤線引いてですね、ボーンチャイナっていう風に書いてる。ですね、ここにね、ボーンチャイナって書いてるんですけども、結構ね、みんなこれ誤解していて、ボーンチャイナって書いてるから、なんか中国製なんじゃないかなっていうふうに思われがちなんですけども、このね、チャイナってね、中国製っていうことじゃないので、気をつけてください。これね、なんかね、手作りっていう意味らしいですよ。
で、手作りで作ってますよっていう意味らしいので、中国製じゃないと。だからこのボーンチャイナって書いてあるから、中国製で安いんだろうなっていうふうに誤解しないようにしてくださいっていうことですね。で、まあ最もよく見かけるのが、このジャスパーっていうシリーズなんじゃないかなと思います。ジャスパー。まあ柄、なんていうのかな、食器なんだけど、なんか陶器っていうかね、陶器みたいな感じの、なんか分厚いね、そういうようなものになってます。だからジャスパー覚えておいてください。あと合わせてですね、よく出てくるのが、このピーターラビット関係ですね。ウェジュードのピーターラビット関係。そんなに高くないんですけれども、結構あると。で、あと、ワイルドストロベリーとかかな。ワイルドストロベリーの方は、まあまあ値段いくんじゃないかなと思うんですけれども、イチゴのね、イチゴの絵のやつですね。こういうのは結構いくと思います。で、僕らがね、覚えておかなければいけないのは、このね、まあジャスパーもそうだし、あとまあ、ピーターラビットがね、そんな値段しないよっていうこともそうなんですけども、こっちの方ですね。このね、なんかターコイズカラーのウェッジウッドがあるんですよ。名前がね、フロレンティーンターコイズって書いてますけど、はっきり言って僕名前まで覚えてないです。ウェッジウッドターコイズとかね、水色とかで検索すれば、全然問題ないかなと思うんですけども、このね、ターコイズブルーの、ウェッジウッドが出てきたら基本的に高いというふうに、覚えておいてください。で、こういうのが出てくると、あ、ちょっと検索してみようかなっていうふうに、こうね、ピンとくるのが大事っていうことですね。だからこういうのがあるよってことを押さえておいてもらえればなと思います。本当ね、5万円とかね、まあ、セット揃ってれば5万円とか6万円とかになってますけど、全然このカップ&ソースは1個だけでも数千円、まあ、1万円前後ぐらいの価値があったりするので、これをね、知ってるか知らないかで話が変わってくるよねっていうことですね。はい。そして今回最後なんですけれども、クリストフル。これはね、押さえておく必要がありますね。めっちゃ重要なんですけれども、僕もですね、この業界に入るまで、全く知りませんでした。クリストフル。で、これ何かっていうと、今回ね、唯一のですね、銀食器、カトラリー系のブランドなんですけれども、めっちゃ高いんですよ。これ知ってますかね？で、銀食器なんだけれども、シルバー使ってなかったりするんですよ。925って入ってないんですね。スターリングシルバーとかって入ってないんだけれども、それでもめちゃくちゃ高いのがこのクリストフル。本当にね、大量に出てくる場合もあるし、1、2本しか出てこないっていう場合もあるんですけれども、1本1本が全部ね、こうね、袋に入っていて、パウチされてて、1本だけでもね、1万円とかね、平気で超えてきます。はい。なので、揃ってるとね、揃ってると20何万円とかっていうものになってくるんですけれども、例えばこのね、ティースプーン、まあ、デザートスプーンなのかな、ティースプーンみたいなもの、4本で3万6000円、新品未使用ですね。なんかが、あるんですよ。だから、このね、クリストフルっていうブランドは、覚えておいてもらえればな、というふうに思います。このね、ロゴを見て、ピンとくるようにしておいてください。はい。で、ほんとね、フォークとナイフのセットだけで1万円を全然超えてきます。はい。で、袋に入って新品状態だったら、まあ余裕で1、2万あるよねっていうような、そういう話になってきますので、これがね、知ってるか知らないか、まあ、さっきは何回も言ってますけど、箱の中に1本あるだけでね、この箱の価値が1万円上がるわけですよ。ね。だから、知らない人から比べると圧倒的な競りの差がついてきますので、ここはね、かなり重要になってきます。はい。ということでですね、今回は以上の6つのポイントについて解説、ポイントじゃないな、6つのブランドについて解説してきました。で、最後にね、もう一回改めてまとめておきたいと思うんですけれども、洋食器、食器類全般ですね、の、ポイントですね、未使用品が高いですよっていうことですね。はい。そして、ごちゃごちゃした柄が、高い。本当にね、白い字が少なければ少ないほど高いっていう風なイメージで押さえておいてください。ほとんどの場合がそうだと思います。で、3つ目が、金彩が施されているかどうか。金彩が使われてたらもうね、必ず検索するようにしてください。新品もそうなんですけど、中古品であっても高く売れる可能性があります。そういう時はね、ちゃんと、なんだろう、例えば、マイセン、金彩、カップ&ソーサー、中古っていう風にして検索すればですね、中古の相場が出ますから。で、中古でもね、全然値段いく場合があります。当然なんですけれども、マイセンのところで紹介したアラビアンナイトね、カップ&ソーサー一脚のセットが30万円超えてくるよっていうあれなんですけれども、当然ね、中古品だってね、10万円ぐらいは軽く超えてくるわけですよ。あれがね、中古だったから3000になるっていうことはないわけですね。数万円、数十万円は超えてくるわけなんで、非常にね、重要なポイントになってきますので、あんまりあれをね、使うっていう人はね、ほんと王族ですかっていう感じなんで、多分買って飾るっていう人がほとんどなんじゃないかなと思うんですけど、王族ですかっていう感じになっちゃうと思うんですけど、その辺がね、押さえておいてください。で、茶器は揃ってるほど高いですよっていうことですね。カップ
ド操作1個よりも、まあ、フルセットあった方が高いよねっていう、そんな感じです。はい。ということで、今回はですね、まあ、高額な洋食器ということでお送りしたんですけれども、まだまだですね、他にもね、洋食器高いものたくさんあります。今ね、今回ご紹介したのは本当にごくごく一部で、僕もまだまだ知らないようなブランドとかね、あとまあ、同じマイセンでも違うシリーズとか、ロイヤルコペンハーゲンでも違うシリーズのラインのものとかね、あったりするんで、まあ、どんどんそれでいろんなものにね、興味を持ってもらって、調べてもらって、知識にしていってもらえればいいなっていうふうに僕は思ってますので、この動画がね、そのきっかけになってもらえれば嬉しいです。ということで、参考になったら、またね、嬉しいですね。はぁ、疲れた。ということで、今回は以上にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。バイバイ。